どうもこんにちは。世界的 VIP ゲーです。ポイントに釣られてなんてことありませんか？まあ、結構あるんですけども、ポイント欲しいじゃないですか。というわけで、今回こちらです。PayPayカードを、申し込みました。で、届きました。というわけで、今回はですね、こちらご紹介したいと思います。それこそ、ヤフオクとか PayPayフリマとかいろいろあるじゃないですか。まあ、買い物するわけでございますよね。そうなった時に、ポイント欲しいじゃないですかっていう感じで、ちょっと PayPayカードをね、申し込んだんでございます。で、早速ちょっとね、何が入ってたのかっていうのをご紹介したいと思います。まずこちら、よくある質問まとめ、プライバシー保護シール、郵便はがき。で、これにカードがついてました。PayPayカードって、縦か横かが選べるんですよね。で、基本的に僕、クレジットカード、まあ、いくつかありますけど、横デザインしかないんですよね。なんですけども、せっかくなら縦デザインにしようということで、縦にしました。で、今回 JCB にしたんですけど、なぜかっていうと、ビザとマスターいっぱいあるんで、あんまり持ってない JCB にしようということで、ただそういう感じで、縦デザインもやっぱかっこいいですよね。で、この PayPayのこのブラックの感じがいいよね。かっこいいわ。で、このプライバシー保護シール何に使うのかっていうと、このハガキなんですけど、この裏にですね、個人情報を書いて、どうやらですね、引き落としをする口座をですね、書いて、まあ、郵送しなきゃいけないみたいなんですよね。確かにそういや、なんか口座選択のところなかったなと思ったら、そういうことだったんですねっていう感じですね。なので、これに書いて、この保護シールを貼って、ポストかなんかに入れるっていう形になるんじゃないかなと思う。ちょっとそれが手間かなっていうのはありますけども、まあ、この後、ポストに投函しに行きたいと思います。というわけでね、いや、嬉しいですね。で、今回、PayPayカード申し込んだ理由っていうのが、ポイントだっていうふうに言ったと思うんですけども、これね、今だとですね、新規入会&3回利用で、まあ、最大8000ポイントもらえますよと。で、まず発行しただけで3000ポイントもらえるんですよ。ちなみに PayPay のアプリの方に3000ポイント入ってました。で、こっから3回ね利用したら5000ポイントもらえますよということなんですけども、なんかね PayPay フリマとかでガラケーをですね3個ぐらいね買いたいと思います。そうすると多分5000ポイントもらえると思うんで、今回ね今撮影日が7月の24日なんですけども、これが、まあ、7月にやってるキャンペーンの話で、まあ、今後どうなっていくか分かりません。なので、まあ、そこだけはですねちょっとご理解いただければなという感じに思います。まあ、Amazon カードの時も僕1万円相当のポイントに釣られて申し込んだっていう経緯があるんですけども、ちょっとポイントにやっぱ釣られちゃいますねっていうのはあるかなと思います。で、僕自身結構使ってるのが楽天カードなんですけども、なんでかっていうと、まあ楽天とかで買い物することが多いのでっていうのもありますよね。で、Amazon カードもあるんですけども、Amazon でももちろん買い物するんですよ。だから Amazon カードで買いますと。で、ヤフオクとか PayPay フリマとかも最近多くなってきてるんですよ。だったらそれに特化したのがいいよねということで、まあ使い分けですよね。大切なのはそこなんじゃないかなっていう感じで思います。まあ、ポイントの付与率が変わってくるとちょっと嬉しいっすよねっていうのがあるじゃないですか。なので、まあいろいろと使っていきたいなと思います。で、PayPay、例えば PayPay アプリで買い物しましたってなった時に、この PayPay カードを利用すると 1% 付与してくれるんですよ。だから100円につき1円っていう感じですよね。だからそこら辺も非常に嬉しいなっていう風に思いますし、例えば Yahoo ショッピングで考えてみると、僕結構チェックしてるんですけど、 3% 付与してくれるんですよ。しかもこれ5日ね、5のつく日ですよ。であればプラス 4% ということで、買い物をしてさらにポイントがもらえるっていうのがね嬉しいよね。で、このねカードスタイルなんですけど、僕確かねキャッシュのカードの時も言いましたけど、ナンバーレスなんですよ。これも最近来てますよねっていう感じで、スタイリッシュでセキュリティ的にもなんか嬉しくないですかっていうのがあって、所有欲をね満たしてくれるっていうところがポイントなんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、今回もですねまたまたポイントに釣られて契約してしまったんですけども、皆さんもねポイントをゲットしましょう。そしていろいろ契約しましょうっていうお話でした。ガンガン買い物していきましょうね。以上です。お疲れ様でした。